米女子ゴルフツアー全米女子プロ選手権第1日24日日本時間25日米ジョージア州アトランタアスレチッククラブ6740ヤードパー72賞金総額550万ドル約6億500万円優勝100万ドル約1億1000万円有観客開催。東京オリンピック五輪代表入りの可能性を残す渋野日向子22イコールサントリーは1バーディー5ボギーの76で回り4オーバーで93位発進となった。5アンダーで首位のリゼット・サラス、米国とは9打差。逆転での東京五輪代表入りには、今大会で最低でも単独5位以上の成績が必要な中、大きく出遅れた。インコースの前半は11番パー4でボギーが先行した。第2打を左ラフに打ち込むと、第3打はピンを大きくオーバー。9メートルのパーパットは、50センチに寄せるのが精一杯だった。それでも続く12番パー5でバウンスバック。第3打のアプローチを 2.5 メートルに寄せ、今大会最初のバーディーを奪った。だが14番パー4はバンカーからの第2打をグリーンに乗せられず、第3打のアプローチも 2.5 メートル残し、パーパットを決められずにボギーとした。16番パー4も同様にバンカーからの第2打がグリーンに乗らず5メートルのパーパットを決められずスコアを落とした。17、18番はバーディーチャンスにつけたが決めきれずに折り返した。後半に入ってもボギーを重ねた。1番パー4で第2打を左ラフに入れ第3打のアプローチを寄せられずにボギー。さらに6番パー4は3パットでボギー。最終9番パー4もバーディーパットがわずかに外れ、後半はバーディーを奪えずに終わった。フェアウェイキープ率は 57.1% にとどまり、総パット数も33と振るわなかった。ホールアウト後は、もうどうしようもならなかったというか、本当にショットがすごい、曲がって、フェアウェイキープもすごい、悪かったので、すべてにおいて、残念だったなという感じですと、苦笑いを浮かべて苦しいラウンドを振り返った。スイングを改造したショットは、強風の影響もあって、距離感を合わせられず、安定感を欠いた。今日は、全体的に自分が思ったよりも飛んでいたので、入るはずのないバンカーに入っちゃったりとか。すごい、あれ、という感じではあった。前半はちょっと曲がってしまう場面があった中で、後半は風と仲良くなりすぎて曲がっていっちゃうという感じのが多かったので、そこは明日第2ラウンドしっかりと修正できるようにしたいと反省の弁が続いた。パッティングについては1ホール3パットをしてしまってかなり悔しいところはあったんですけど、そんなにラインは間違っていなかったかなと思う。あとは読みをもっとと第2ラウンド以降の改善を予感している様子だった。